はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで、寒くなりましたね。僕はもうマフラーをつけて、フードをかぶって仕事場に行っております、ということで今日のニュースなんですけども、まあ数あるゲーム機いろいろありますよね。 Xbox も PlayStation も、Wii も、まあ私が子供の時はですね、まあそこら辺のこう会社が出してるゲーム機をまあプレイしてたんですけども、今のこのご時世っていうのはもう PC ゲームがだんだんこう勢力を広げてきてるような気がするんですよね。特にアメリカを見てますと、まあ、PC でゲームをする人っていうのは本当に増えてきてます。でいくつかそのゲーム機よりも PC でゲームをするっていうのを選択するこう理由があると思うんですよね。でそれをちょっとね、僕なりにお話を今日したいなと思ってるんですけども、まず大きな違いは自由度があるっていうところだと思うんですよ。例えばね、プレイステーション4をまあ例にとって話をすると、まあ、プレイステーション4でゲームをします、お店に行ってゲームを買ってきます、それを入れます。そうするとそのディスクの中に入ってる情報、まあ、ゲームとして提供されている情報でしか遊べないじゃないですか。でまあもっと追加のこう要素が欲しかったらお金を払って DLC を買ってきてそれをプレイする。でこれでも完結ですよね。クリアしてしまって全部やりきったらまあそれで終わりじゃないですか。ところが PC ゲームでいくと、 PC のゲームを買います、プレイします、クリアしました、あ DLC 欲しいな、まあ、DLC 買うこともできます、もっとできないかな、っていうオプションが今度あるんですよ。でモッドっていうのは追加のですね、まあこう要素を追加できるんですよ追加の要素を追加できるっておかしいんですけど、例えばまあ有名どころで言うと、まあ、スカイリムだとかフォールアウトだとかそういうゲームってモッドが可能なんですよね。例えばね、アメリカのそういう RPG ゲームってブッサイクなんですよ、キャラクターが、まあ、特に女の人の顔がすごいブサイクなんですよね。でもそういうのを PC のスカイリムとかフォールアウトだったらもう美少女に変えることができる もうものすごい巨乳のお姉さんに変えることができる、衣装とかをもう超セクシーな服に変えることができるとかね、そんなようなのを無料でこう機能として追加してプレイすることができるんですよ。これはすごい画期的だなと、いうことで、まあ、みんな PC の方にこう移行してるんですね、アメリカの方ではね、はい。で今日なんでこの話をしたかっていうと、実はプレイステーション4でもこのモッドっていうのが可能になってきてるんですよ。もちろん全部のゲームでこれができるわけじゃないんですけど、スカイリムですね、この前リマスターかなんかが発売されましたけど、あれでも確かモッド可能なんですよ。それを見つけてきてインストールしてでできる。で今回はフォールアウト4のモッドも可能ですよっていう発表がベセスダの方からありました。次のタイトルアップデートで、プレイステーション4のフォールアウト4は、モッドをサポートしますと、今月中に出します。まあ、11月中ですね、待っててくださいっていう話なんですよね。実際私もフォールアウト4持ってないんで、プレイステーション4でスカイリムも持ってないんで、どういう感じでそのモッドがアプライされるか分かんないんですけど、でもできるみたいなんですよ。だからこれでウッシッシな美少女キャラクターでプレイできるっていう。でもねこれ言い出したらキリないんだけど、なんで日本人、まあアメリカ人もそうなのかもしれないけど、なんで男なのに美少女のキャラでゲームをやりたがるのかなっていうのは俺は理解できないんだよね。なんか例えばファイナルファンタジー13のライトニングで、まあ、あれプレイするじゃないですか。ライトニングかっこいいですよ。かっこいい女性キャラでプレイするんだったらわかるんですけど、もうボーンインのなんていうの、水着着たようなお姉さんでゲームを、そのスカイリムのようなゲームをねプレイしたいっていう気持ちが俺ねよくわからんそれがわかる人はコメント欄に書いてください、お願いします。教えてください俺に、なんでそういう気持ちになるのかわかんないんだよな。はい、ということでフォールアウト4のニュースでした。興味がある方はね、ぜひ今月のアップデートで、まあこれ日本なのかどうかわかんないけど、アメリカが先なのかな、まあとにかく出るんですよ。
ということで、興味がある方はもっとやりましょう。ということで、ピースアウト。